沖縄コザを地元の人がより深くよりディープに物、人、ことを発信するコザ好きや今後好きになってくれる方々に向けた沖縄市の情報発信番組です。コザの裏側。どうもこんばんは、ミキトニーと、はい、大笹坂キャンヒロユキです。はい、どうも、お願いします。久しぶりにコザの裏側で外に出たんすよ、うんうん。あ、そうなの。それがまさかのキャンさんと一緒って、ね、しかも銀天街って絶対ありえないよね。だよね、うんうん、我々あのミキトニー会っていう、うん、あのなんかモアイみたいな飲み会を月に1回やってたんですよ、うんうんうん、よく飲んでたんですよね、飲んでた、我々ね、うんうん、そうそうそう、そう、そのなんかノリで今カメラついてきました風神になってて、うん、そう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 、ちょっと小商売ゆいです。そう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 いろんな話して泣いたな泣いたね泣いたな泣いたわ。今日もこのノスタルジックな雰囲気で泣きましょうかね。なんか新しい、うん、私ここ来たことないんですよ、うん、でお店があるらしいので、うん、ちょっと早速、うん、もうすぐそこなんで行ってみましょうか、ね、はいはい、あ、行きましょう行きましょう。私もあんまり何屋さんか分かってません、うん、とりあえず行きましょう行きましょう行きましょう。よし、雨降ってるな。行ってもいい、いいのかな、もう、もう、もういいと思います。いいの、雨降ってるな。いい雰囲気の店内ですね。分かるよ。早速ちょっと、うん、オーナーさん、はい、ST ローです、よろしくお願いします、うん、ST ローさん、はい、ここカフェのオーナーさんでもあるけど、はい、なんかやってますよね。僕はい、ラップやってますですよね、はい、イベントとかでご一緒したことがあって。あ、そうなんだ、はい、そうなんですよ。銀天街にお店出してるって聞いてたんですけど、うん、めっちゃ雰囲気やばいっすね、うん、あ、 ありがとうございます。これお店どれぐらいですか、うん、今7年目ですね。おー、はい、すごい雰囲気、マジで。おかげさまで、うん、いやー、すごい。なんで銀天街なのか、もう早速聞いていいですか。僕、あの、揚げ田中出身で、はい、地元なんですよ、うんうん、小学校とか中学校の時、昔はゲーセンとかあって、うん、僕遊びに来てたんですけど、うん、で、なんかもう寂れてるじゃないですか、ご覧の通り、うん、でちょうど、ほんと面白い物件があって、うんうんうん、なんかもう好きに使っていいよみたいな感じで。おお、宇佐上さん、ありがとうございます。すみません、待ってました、うん。じゃあ早速いただきたいと思います。はいはいはい。最後にキャンさん、乾杯しよう。あ、さっきちょっと。ST ローさん、うん、乾杯しないで。はい、じゃあじゃあ。あ、じゃあエアーです。エアーで。あ、じゃあ3人で、はい、乾杯。乾杯。ナイス。ナイス。私ハイボールで、これ。これなんかあの ST ローさんがおすすめということで、二階堂の炭酸割り。コザのダンサーのもうソウルキャンプっていうチームの、はい、トシボーさんって方がよくここで DJ もされるんですけど、はい、あのよく飲まれて、はいはい、これ流行らしたいっていうことなんです、はいはい、そうなんだ、そうなんですね、いいっすね、いただきます、いただきます。はい、これ、はい、うん、で僕、あ、いいね、二階堂、うん、おいしい。あ、なんかサラサラ飲めますね、はい、うん、一生いけるってやつですか、はい、うん、一生いける一生いける、いいね、美味しそう。これはちなみに何ですか、うん、これジャークチキンです。あ、うん、ジャークチキンってこんなに野菜入ってましたっけ、はい、ね、そうだ、銀天街こっち、近所のおじいちゃんおばあちゃんも多くて、はいはいはい、だから前は本当辛いジャークチキンのものを知ったんですけど、野菜も食べたいとか、うん、タコスも硬いのはもういろいろなんか食べれないと思ったらソフトシェルで食べたいところですね。だんだん改良改良重ねて、うん、なるほど、銀天街仕様になってる、銀天街仕様になってる。いいんじゃない、うん、いいんじゃない。スパイスのいい香りいただきます。え、全部いっちゃっていい。どうぞどうぞ。お、いくね、いくね、うん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 、そんなにスパイシーじゃない。あ、銀天街仕様だから、うん、はい、程よく香る、うん、うん、うん、チキンもジューシー、はい、柔らかいです。ちょっとスパイシーな感じ、はい、ちょっとスパイシーです。ちょっと一味っぽいのも入ってますよ、はい、美味しそう。やっぱね、タコスには沖縄でちょっとシェルふわふわですね、これ、はい、あ、これ歯なくてもいけるな。そうなんですよ。歯はあれ、歯は、歯はむしろあれ、歯はあれ。いただきます、はい、いただきます。いってらっしゃい。でか、うん、あー、いい音。あ、これソース美味しい。えー、うん、あ、ひき肉までちょっといっていいですか。どうぞ。あー、これは銀天街しよう、銀天街しよう、優しい感じ、うん、あ、でもちゃんとタコスの中、これミートの辛さとかもあって、うん、うん、うん、いいねー。いや、絵が小田ママの、あ、そうそう、あ、そっかそっかそっか、さっきポスター貼られてましたけど、はい、小田ママの、うんうんうん、こちらも、そうです、こちらも、はい、ロケ地で使っていただいて、うん、はい、だって雰囲気あるもんね、うん、
で何よりもこのなんていうの漫画、うん、本の多さもそうですね、なんかちょっとセンスない、わかる、あこれうちにもある、あそうです、ね、マスタードアシミレの、まあね、同じ年代のもともとラッパーじゃないですか、あそうか、だから結構ニューターナ、仲良いんですよ、本当に、なんかそのクラブイベントじゃないですけど DJ イベントとかやってて、うん、だからこう遊んでもらいたいっていうか、はいはい、うんうん、なるほどね、はい、遊び心もありつつ、うん、でも地元のおじいちゃん、うん、おばあちゃんも受け入れて、リスペクト、リスペクトがありつつ、うん、ノスタルジーいいですね、うんうんうん、あ楽しい、ここめちゃくちゃいいな、うん、娘も連れてきたいなと思うし、ゆっくりね、ゆっくりみんなでユンタクしながら ね、なんか遊びながら、そうでここ窓めちゃめちゃでかいじゃないですか、うんうん、もう通行人の方が会釈するあれもはいはいはいっていう、あ俺でもいないみたいな、そのまたコミュニケーションもまた楽しいですね、うんうんうん、めっちゃいい、最高です、コサの裏側、はい、うさかみすごれ、ちょっと待って、急にな、急にすいません、なんで、え、な、え、なになに、どういうこと、うん、お客さんで来たんですけど、じゃないです、絶対じゃないです、ああ、あの純選手ですよね。はい、あ似てると言われますが、はい、純選手 AB、はいはい、うん、え、ちょっと待って、このお店純選手のお店ってこと？そうです。マジ？はい、名前は？名場。あメーバーとバーがかかってるんだ、はい、なるほど、そうなんです、あの銀天街の一番正面であって一番いいところさ、ここそうなんですよ、ね、名なので名で、なるほど、 BAR バー、その名もかかってるんだ、そうなんです、さすが、はい、銀天街で純選手のお店って衝撃っていうかびっくりなんだけど、はい、うん、なんか、うん、なんていうの、きっかけっていうかさ、理由があったの、きっかけは、まあ、自分実はちっちゃい時からこっちに来てたんですよ、銀天街、はい、おばあちゃんが、まあ、亡くなったんですけどお店をやってて、銀天街で、はい、銀天街のこの建物ではないんだけど、まあ、隣の一番前の方でやってて、でシャッターを閉める係とかやってたんだ、はい、銀座やってたの、それを、そうです、でじゃあこの場所に馴染みがあったんだ、相当ありますよ、もう天ぷら屋とか映画館があったりとか、でいろいろゲームセンターがあったりとかも全部分かってますから、うん、久しぶりにこっち通った時に、まあ、何かシャッターがいるみたいになってるから、ちょっと寂しい感じが、寂しいなと思って、で3年ぐらいちょっと探してたんですよ、3年探してたの、はい、で、去年、まあ、1年前ぐらいにこっちの店舗を借りて、で自分で全部解体して、そっかできるもんね、そう、あそうか、建築系ね、仕事でやってたから、そう、左官とかこんなのとか全部やって死にすごい、マジか、はあ、あじゃあ、ま、もともとこういう感じの内装じゃなかったの、全然違いますよ、もう天井も全然もう結構上なんですけど、このぐらいでしょ、まさかや結構低いな、どんなやつからみんな来てるかなみんなこうやって飲んでたから、はい、どうやってこのお店なんですか、ここはね、あの僕の奥さんが純選手の電車的な大ファン、大ファン、大ファンで、がっぱい、あ、定番のやつごめんこれ何ですか、このメニューは、これガリタクっていうやつですね、あ、トロタクは聞いたことあるけど、はい、ガリとトロが混ざってる、そうです、マグロ系のこのユッケっていうかなんかその塊みたいな、はいはいはい、海苔で巻いて、おそうそうそう、これはで、これはエビパンっていうやつ、あー、すごい、エビパン、エスニックと、うん、はい、和が、そう、いろいろあるんだ、メニューも、そうなんです、それ以外に沖縄料理もありますから、はいはい、本当にマンチャーヒンチャーの、いいね、はい、楽しい、エビパン、私エスニック大好きなのよ、これ音もちゃんと取れるかもしれないもんね、サクサクっていけるお願いします、いきますよ、はい、おしっかり、めっちゃエビじゃん、デージーいいっすよね、エビパンってなんかまやかしっていうかさ、ワ、うんうん、ーシーが多いのよ、だからエビとそれ以外みたいなところあるよ、ね、そうそうそう、おちゃんとエビのうまいっすよね、めちゃめちゃ美味しい、うん、そう、これをのせて、あ、いいね、すごいうまいんで、わさびもいただきます、はい、わさびおいしい、刻みわさびじゃない、刻みね、はい、これを巻きつつ醤油側にちょんちょんして、そう、あ、いい、いただきます、
これめちゃめちゃどんなお酒にも合うこれ。よっしゃ。いただきます。ガリガリガリ正解だわ。いやーよかったー。いただきます。おいしい。よっしゃー。よっしゃっしゃっしゃ。ガリの方がちょっとあの酸っぱいというか、お酢じゃない、はい、その分ちょっと爽やかさもあって、はい、うん、くどくなくて、うん、一生いけるね。ガリ中って最近よくね、ガリの中杯あるじゃない、はい、あんな感じでこのガリのなんか旨味がね、お酒とでこれ真似されるよ。いや、うん、でもあの、うん、まあまあそれはいいんじゃないですかね、うん、あの芸人も結構ネタ真似したりとかするそうなの真似してるんだ。それは知らなかったけど、唯一無二だから、やっぱり純選手はね。いや、これは美味しい、うん、いい。なんか、よかった。私は純選手が沖縄市を盛り、だって、うん、あったあったランドから来たでしょ。そうそう、あったあったランドです。あったあったあったランドから来たでしょ。北中のね。そう、うん、だけどそんな純選手が沖縄市を盛り上げるべく、まあ、ルーツ、まあ、おばあちゃんがね、ここにここでやってたっていうのもあって盛り上げてくれるっていうのが私的にデージ嬉しいよ、はい、今日。いやストーリーがいいよね。そうなんですよ、まあ、人生、まあ、人生って言ったらあれですけど、幼少期は半分まではいかないですけど、まあ、4割ぐらい多分こっちにいるんじゃないですか、テルヤで。そうそうそう、そうなんだ、嬉しい。シャッターこう下ろしてあげるだけで500円もらえたんで、やっぱりやるよね。やるね、それ結構いいアルバイトだね。いいアルバイトでした。へ、ね、えー、そっか。そう、かなりおばしてるんで、うん、あれやる、YouTube がおまけバージョンでちょっと誘導して。あ、 OK、 ちょっとあの喋りすぎたので、はい、でもまだ喋り足りないのでこの後はウェブ延長線上でぜひ皆さんにお楽しみいただきたいと思います、はい、じゃあねー、コサの裏側。のお店オープンするって聞いてたんだけど、はいはい、うん、行こう行こうと思ってたら、はい、まさか、ね、取材で行けるなんて。いやいや、本当にありがたいです、マジで、うん、あのオリジンの、うん、オリジンリルっていう事務所に所属してるんですけども、はい、その芸人が誰一人来てないです。まさかや。かろうじてネタ合わせするラブちゃんがいた。そうそう、ラブちゃんがいた。さっきラブちゃんいたよね。そうだそうだそうだ。そうだ、まあでも嬉しい、マジで。さっきも言いましたけど、純選手が沖縄市でこうやってお店を開いてるっていうのはめちゃくちゃ嬉しい、私は。はい、なんかもう眠って起きたらある日お店ができてたんで、もうこれやるしかないなと思ってどういうこと、さっき頑張ったって言ってた。なんでこの頑張りストーリーを嘘にしようって。おばあちゃんの話とかしたでしょ。そうそう、おばあちゃんのシャッターをね、前にするこのシャッター街をね、ちょっとずつ開けていくんでしょ、今から。でもそれぐらいのなんかムーブメント起こせそうな感じがする、うん、はい、ありがとうございます。マジでこの活気づけたいっていうのがとってもありまして、うんうんうん、でやっぱちょっと寂しくなったっていうのが一番ですね、うん、なのでもう本当に正面で、正面から活気づけたいっていうのがあったんで、こっちの店舗が開くまでひたすら待ってたんですよ。あ、そうだったんだ。だ一番前のお店だから、ここがもう通りから一番、ね、目の前にあるから、そうです、もうここじゃないとダメだっていう感じだったんで。はい、それがまた見事に開くんだからね。そう、だから本当に待っててよかったな。満を持してオープンしてっていうことですよ、うんうん。いやよかった、マジで。いやオープン本当にできるかなって、工事中はもう結構時間かかったんで、うん、やばいやばいやばい、うん、自分でやってるんだもんね。そうですね、そうだね、今日、うん、夜中ぐらいまで毎日やってましたからね。うんうんうん、お客さん、ちなみにどんなお客さんが多い？お客さんは結構年齢層高めかもしれないですね。で、まあ、おじさん、おばさん、まあ、僕も含めてそうなんですけど、だいたい40代、50代の人が多かったり、で、どっちかって言ったらやっぱり沖縄好きっていうのは確実にありますね。で、県外の人なんかが本当にすごくて、北海道から、九州まで本当に毎回違うんですよ。すごいね、びっくりします。
だから純のこんなの僕は面白いっていうのがいっぱい散りばめられてるから、はい、これ見るだけでも面白いもん、ね、楽しいよね。そうなんですよ、あの自分がいなかったとしても、うん、まあ、自分と会えるよということでちょっと絵を描いてるんですけど、うん、自分の等身大、うん、ちょっと最初等身同意って間違ったんですけど等身大のあそこであるやつね、はい、うんうん、自分の絵を描いて、うん、純選手がいなくてもこの方がいるんでみたいな感じで、あ、一緒に記念撮影ができるんだ。そう、等身大と、そう、もう見ながらこう暇しないような感じで作ってます。最高。どうする、 今後どういう感じにしていきたい、ここの店も含めて。そうですね、なんかあの本当に、まあ、盛り上がったらっていうのが一番なんですけども、まあ、この三振をやったりとか、そういう演者さんとかがもう本当に気軽に来てなんか投げ銭 やったりとか、いいかも、うん、もう本当にお笑いとかもそうですが、まあ、ジャンル問わず、うん、いろんな人なんかがもうこっちに来てから、はい、じゃ あのマジック見せますでもいいですし、はいはい、なんかこのダンスしますでもいいですし、そういう、人なんかが気楽に来てから何かできるような、なんだっけ、流しみたいな感じで、はい、昔やってました。でちっちゃいなんかステージもなんかあるんでしょ。そうです、作れるんでしょ。はい、もうステージは作ってるんですけど、金曜日土曜日とか結構お客さんなんかが多いんでちょっとはけてるんですけど、今後はそういうのも展開していってやろうかな。お客さんにちょっとやっていいですかってちょっとね、まあ、音楽だったりそうマジックやったりして、はい、で皆さんがあ面白かったよってなんかいろいろ投げ銭みたいなことやったりとか。そうです、いいね。こっからエンタメの発信になる可能性も、こっからだからスターが生まれる可能性もあるって。いや本当なってほしいですね。ねえ、楽しみ、うん、これからの生配信とかももしかしたらあった後ね、はいはい、沖縄チャンネルのとかね、はい、できるかもしれない。できると思います。そっか、うん、やりたいです。いろいろも可能性無限大ですね、うん、そうです。なんか音楽の街とか沖縄市とか言うんですけど、うんうんうん、そのあの昔この一番街の方とかでディープパープルとか Z とか、うんうんうん、そういうこの沖縄ロックとかっていうのも自分ちっちゃい時から見に行ってたんですよ、うんうんうん、でその時の活気っていうのがもう本当に忘れきれなくて、銀天街も本当にチャタンみたいな感じでとっても盛り上がってたんで、うんうん、それをまた復活させたいなっていう思いがとってもできると思う、うん、いやもうそれはもう皆さん次第ですね。間違いない、それに関してはそうだ、間違いない。我々も応援します。ぜひ頑張ってください。はい、もうやることは やってで今後もいろいろなことはあると思うんですけども、とにかく頑張りたいと思います。あ、いいですね、はい、最高。芸人としてのなんかあれはないの、告知。あ、芸人としての告知がですね、友近さんと、アリンクリンと、僕でですね、8月25日に沖縄市民会館でですね、はい、ライブを行います。やばい、市民会館にあるの？マジで？水谷千恵子コンサートがございます。あ、やばいやばい。そうなんだ。そっちのゲストで僕なんかアリンクリンと準備されてるんですよ。普通に見に来たいな、それ。行きたい、行きたい。それまたその後もですね、いろいろ考えてるんですよ、実は。自分でこう、企画してとかっていうのも、あ、じゃあそれをさ、知るにはどうしたらいいの。知るにはですね、僕を知ってもらうことですね。そうだ、まずは僕を知ってる。そうですね、インスタグラムとかも最近やったんですよ。おで X も、まあ、結構こういうのを SNS 僕疎くてですね、なかなかなんていうんですかね、コロナ時期に一番ちょっとね、工事現場ばかりずっとやってたんで、工事現場現役でずっとやってたから、なんかそれをアップした時に、あ、ジュン選手なんか現場しかないんだかわいそうっていう声が、まあ、とってもなんか嫌だったんですよ。なんかなんていうんですかね、もうこれしかないっていうのが嫌で、心配させるっていうのが嫌で、一時期も SNS ずっとストップしてたんですけど、そういうくらいでも関係ないなと思って、最近復活させます。あ、いい、はい、じゃあぜひ皆さん、ジュン選手の SNS チェックしていただいて、はい、はい、ありがたいです。ね、うん、ぜひ、こちらの場所もそうですけど、ジュン選手も応援していただきたいと思います。はい、ふにげさくら。楽しい、うん、いいですね。はい、ありがとうございます。ぜひ、今後ともよろしくお願いします。はい、はい、乾杯。はい、ありがとうございます。はい、はい、はい。